毎度フランケン劇場です。本日はですね、ちょっとおしゃれな洋食を作っていこうと思うんですけど、洋食ってかっこいい名前のがね結構ありますよね。例えばチキンのインボルティーニ、牛肉のフォレスティエール、ホグワーツ魔法学校、いやそれハリーポッターな、しかも魔法学校言うてるかな。でまあそんなことはちょっと置いといて、本日作っていくのはベシャメルソースから作るカニクリームコロッケ。それでは、いきましょう。Upon my love notion, you want to lie, yeah. Upon my love notion, you that I, yeah, 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 yeah. おいおいおい、お前行きましょう言うて何言うとてんねん。料理やろが。それでは、行きましょう。まずは、ベシャメルソース。まあ、ベシャメルソースは日本で言うとこのホワイトソースなんですけど、でまあ、ベシャメルの由来なんですけど、フランスの17世紀の財務官ルイ14世の名誉主任執事ルイ・ド・ベシャメイユから来てます。でまあその当時のルイ14世の宮廷シェフをしていたフランソワ・ピエール・ラバレンヌが発明したらしいんですけど、まあ、先ほど出てきたフランスの17世紀財務官ルイ14世の名誉主任執事ルイ・ド・ベシャメイユに敬意を表し名付けられたらしいです。いや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 、この説明誰に需要があんねん。まあね、ホワイトソースは皆さん作り方知ってると思うんで、材料だけのご紹介です。こちらで本日はちょっとアクセントが欲しいなと思って、バターを溶かす時にねタイムを2本入れてます。でね、もう材料全部入れ終わったんですけど、ダマばっかりできてるんですよね。正直めっちゃ不安でした。もうこのダマどうにか解消せないかんな思ってね、生卵を混ぜるみたいな感じでめっちゃ混ぜました。多分10分ぐらいはやったんじゃないですかね。で味付けは塩、ブラックペッパー少々。で味付けしてる時もね正直不安でした。もうねこの動画ボツになるんちゃうか思ってね、やってたらまあ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 ダマは取れて形にはなったかな。ベシャメルソース。はい、続いてカニクリームコロッケの具材。カニ缶は1缶、汁も全部入れてください。あとはね玉ねぎのみじん切り半玉、こちらはね、まあ、火通しても甘くて美味しいな思ったんですけど、ちょっとね苦味も残したいなということで今回は生にしてみました。粗熱を取って冷蔵庫で冷やします。はい、こちらが冷やし固めたもの。でもね結構シャバシャバだったんで、またちょっと小麦粉を足して、形を整えました。で小麦粉を周りにまぶして卵にくぐらせパン粉をつけていきます。正味ねこれもうほんと柔らかすぎて形作るのが大変でした。でまたこっからが失敗なんですけどね、もう天ぷら用の鍋を買うことに決めました。これ入れる時ねめっちゃ危ないんですよ。見よってください。バシャーン、おお、これもう火が移った火事になるぞ言うてね。でもう一個も行くんですけど、バシャン、これやばいやばいやばいってなったんですけど、まあ火止めんとね、とりあえず揚げるだけ揚げました。でまあ最後掃除が結構大変でした。うまいけどちょっと粉っぽいかも。ベシャメルソースの感じ、あと玉ねぎのちょっと苦みがある感じね、生で入れたんで最高ピーカのベジグーで、今回はちょっと初めて飲むウイスキーなんですけど、こちらイギリスのウイスキーチェリーエキストラ、ハイボールでいただきます。乾杯。おお、これ好きな味かも。うん、何に似てる、何に似てる、
なんかね、すごいスモーキーなんですよね。何の香り？バニラの香り。うん、めっちゃうまい。ちょっと表現難しいですけど、最後まで美味しくいただきました。ごちそうです。それでは次回もまた見てね。グッバイ。おふくろはこんなことばっかやってたら将来大事かって言うけど、足がやなきゃ誰がやるだ。探してみせよ稽古の花。その心意気だね。